ピンまで約120ヤードぐらい、9番で打ちますけれども、9番ではちょうど前の木の障害物、木の枝がこう角度的に当たる。でな、じゃあ、6番でスライスを木の下をくぐってスライスを打つか、あるいは、もうフェアウェイの花道を狙っていくか。まあそうですね、トーナメントとすれば6番ぐらいで一応左から木の下、左からスライスをかけて打ちたい。っていう方法もありますけど、危険が、やっぱり危険度っていうのは高い。だからこういう障害物の時は、やはり木の右側、フェアウェイに出すというのがベターです。